アガットさん。はあ、あのアガット先輩が相手か。こいつは強敵そうだな。どうやら相当きつい戦いになりそうやな。みんな気合い入れていくで。行くぞ。ほら、行くで。行くよ。せい。私に任せて。番だね。俺の番だな。もう僕は逃げない。不動の力、見せてやろう。とら、雷神脚。俺の番やな。もう死ぬぞ。ねっ！私に任せて。さあ行くよ。まだ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 。とどめ。私の番だね。八王が一刀見せてあげるね。さてと。行くぞ。私の番だね。ほら、行くで。それ。僕の番だね。俺の番だな。せい。私に任せて。さあ行くよ。まだ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 。とどめ。さてと。それ。僕の番だね。俺の番だな。はっ。これぞ勝利の美酒ってやつだな。
それにしても、ええ、さすがに。でもこれでアガット、ティータちゃんが待ってるだろう。よかったね。うんうん、相変わらず見事な赤毛やね。いきなり何だってんだ。おいダー、一体何があったんだ。あ、アガットさん。なんだティータ、晩飯作ってたんじゃ。あれ、確か定期船から降りたところでお前の親父と出かして。はあ、おいおい、何だってんだいきなり。よかった、本当によかったです。アガットさんが無事でいてくれて。無事って、この前会ったばかりだろうが。おいヨシア、一体何があったんだ。そういやお前、いつの間に戻ってきたんだ。それに不良神父、なんでお前がいるんだよ。その、これにはいろいろと深い事情がありましてな。言っておくけど、私たちもいるわよ。よ、久しぶりだな。ご無沙汰してました。いいなあ、アガット先輩、相変わらずティータちゃんとラブラブで。三国一の下方者とは君のことを指すに違いあるまい。アホか、そんなんじゃねえっての。うん、でもこれで、ていうかおい、これ一体またエリカ・ラッセルあたりのトラップじゃねえだろうな。エリカ博士、なんだかお母さんたちが。まあいいだろう、とても納得はできねえが、グダグダ言っても始まらない。俺も協力してやるが。え何か疑問とかあるんなら、さっきの話で大体の、あとはこの目で確かめるなり、それよりもこれだけの目、まずはとっととそいつ。ありがとうござ。ああ、お前同様。それより外国に武者修行に。でも僕よりエステルの今では旅先のギルドでも。さあんたよくこの状況をすぐに受け入れ、夢とか現実。抱きついてきたティータ君のみずみずしい匂いと柔らかな感触、それがあまりにリアルだ。はあ、すごく自然。ちょっと待て、照れない照れない。まあいいんじゃない、年の差カップルっていうのも。いやいや、むしろそれがいいんだってば。この絶妙な距離感が微笑ましくて仕方ないというか。なるほど。あ、てめえら、やれやれ、なんとも緊張。ったく、そりゃ教会のシスター。あ、すんません、向こうのリスさんですよ。ちょっとお話ししましたけど、私も話したけど、なんか元気がなかったから。ケビンさん、探索は僕たちに任せて。いや、どうやら宝石の扱い方は悪魔の危険もあるし、
外れるわけにはいかんやろ。ですが、ま、あいつも子供やなんやし、今は時間が惜しい。さっさと。ケビンさん。ならば僕が残って。久々に解き放たれる。やめんか。まったく。望むところだ。